NHK は2日、東京・渋谷の同局で俳優、中野大河31が主演する2026年大河ドラマ、豊臣兄弟の出演者発表会見を行い、秀吉役の池松壮介34ら追加キャストを発表した。写真、個性的メンバー集合、7年前にも共演していた2人、その他、中野演じる主人公、 秀長と同じ年の幼馴染で初恋の人、名を役を長野めい、25、秀長の妻、け地下役、吉岡里帆31、秀吉の妻、ねね、ねね、役を浜辺みなみ、24、がそれぞれ演じる。吉岡と浜辺が今作が大河ドラマ初出演となる。池松は、中野大河くんとは、10代の頃からの中、 俳優の仕事やものづくり、互いの人生について対話を繰り返してきた。たくさんの時間を過ごしてきた、と中野との関係性に触れ、普段、大河、と呼んでいるので、この場でも大河と呼ばせていただこうと思います。大河が大河ドラマの主演を務めるとニュースで知りました。ずっと見てきた身からすると本当に嬉しくて、心から嬉しかったことを覚えています。次の日に、 今作の松川プロデューサーからご連絡いただきました。まさか秀吉を演じると思っていなかったので、あまりにも驚いてしまいしばらく固まってしまいましたとオファーを受けた瞬間を振り返った。池松は2007年風林火山以来の大河。約20年ぶりの大河。何百年も語り継がれてきた豊臣家。 この国が誇る歴史をどういう風うにこれからの時代に向けて語り継ぐことができるのか、時代に見合ったヒューマニズムを目指していけたらいいなと思っています。こうして並ぶ心強い皆様、これから出会う皆様、中野大河と共に素敵な作品を届けられるよう頑張りますと意気込んだ。主演を務める中野は、こんなに頼もしいことはない。個人としても大好きな俳優さんが集まってくださった。 背筋が伸びる思いです。長い撮影にはなりますが、これだけ素敵な俳優さんが集まってくれて何の不安もない。撮影が楽しみで仕方ありません。みんなで力を合わせて素敵なドラマを作っていきたいと力を込めた。同作は1591年に天下統一という偉業を成し遂げた豊臣秀吉と、それを熱い絆で支えた弟。 秀長の豊臣兄弟の姿を描く大河ドラマ第65作。23年、どうする家康、以来3年ぶりの戦国時代が舞台となる。中野演じる主人公は秀吉の三年下の弟で、天下一の補佐、役を務めた豊臣秀長。脚本は20年度後期の連続テレビ小説、おちょやんなどを手掛けた八つひろゆき氏が担当する。物語は、 豊臣兄弟の天下統一までの奇跡を書く下国上サクセスストーリー。目の前に立ちはだかるハードミッションを絶妙のコンビネーションで次々とクリアしていく兄弟は、やがて兄と共に万民が笑って暮らせる太平の世を作るという夢を抱き始め。戦国乱世を舞台に、熱い兄弟が夢と希望を胸に突っ走る。